今回はね、肩こりに重要な副神経ね、ほとんど聞いたことないかもしれませんが、副神経という神経について紹介したいと思います。副神経というのは、ここの肩甲挙筋がここにあるんですけど、僧帽筋はリリーフが誰でも触れますので、僧帽筋のレリーフの、このカーブのちょうど頂点のちょっと上ぐらいかな、そこに、肩甲挙筋がこうやってあります。で、肩甲挙筋は肩をこうやって上げてみてください。こうやってやると収縮がこう確認できますので、ここで肩甲挙筋を確認したら、ちょっとこの図を見てもらいたいんですが、この図のように肩甲挙筋と僧帽筋のこの間に副神経が入ってきます。そしてこの僧帽筋を支配していますので、いわゆる肩こりの人に、私はね、患者自身にも教えているんですけど、最初に第三水準の評価としてよくやっているのが、こうやってここの、肩甲挙筋と僧帽筋のこの間のところにこうやって指を入れて、こうやって僧帽筋をこうめくり上げる感じですね。そうするとこの副神経がちょっとこの距離ができますね。僧帽筋とこの肩甲挙筋の間を広げますので、副神経がこう滑りやすい環境になります。で、そしてここからこうやってこのレリーフをね、肩甲挙筋と僧帽筋の間のレリーフを軽く引っ張ります。で、引っ張って軽く、反対、そう、回線してください。で、戻してください。で、戻して。で、そうするとね、これ患者さんがね、ビーンとくるって言いますね。ゆっくり回すようにして、ビーンときますので、この時に、副神経がこう滑走する時に、ビーンとこうね、この辺ね、痺れるというか、若干の痛みを伴います。はい、ゆっくりくる、トーン、はい、戻して、はい、トーン。こういう形でね、行うように、しています。こうやってこの方法でビーンとこの副神経を滑走させて、で、そしてその後首を動かして元の痛みが取れたり、非常にこっち軽くなりましたという場合、この方法がね、結構ね、有効な場合がありますので、ここのレリーフのね、場所だけ教えて、ちょっと指、こっちの指でね、こっちの指でここ僧帽筋をこうやって後ろにグーッと押して、軽くこっち側に今と同じように回す。そう、戻して、この運動を行うように指導しているわけです。はい、いいですよ。で、こうして解剖が分かってくると、例えば僧帽筋を支配している神経が分かると、そこの神経の滑走を促すことで痛みが取れることもあるということを知っておくと良いと思いますよ。